ジェイコブ・ダニエル・ブリガムは、アメリカ合衆国フロリダ州、ウィンター・ガーデン出身のプロ野球選手。現在は、フリーエージェント。NPB での登録名は、ジェイク・ブリガム。CPBL での登録名は布里勇、ヌノサト・イサム。おじに保守として、シカゴ・ホワイトソックスで活躍したロン・カーコバイスがいる。2006年の MLB ドラフト60名で、テキサス・レンジャーズに指名され、プロ入り。 2008年にはトミー・ジョン手術を受けたため全休している。2012年7月31日にジオバニー・ソトとのトレードでシカゴ・カブスへ移籍した。11月20日にバレットルー及び後日発表選手とのトレードでレンジャーズへ復帰したが、11月30日に FA となった。12月6日にマイナー契約を結び、2013年の スプリングトレーニングに参加した。2013年はメジャー昇格はなく、オフの11月4日に FA となった。2013年11月20日にピッツバーグパイレーツとマイナー契約を結び、2014年のスプリングトレーニングに参加した。同年もメジャー昇格はなく、オフに FA となった。2014年11月20日、 アトランタ・ブレーブスとマイナー契約を結んだ。2015年6月27日にメジャー契約を結びロースター入り6月30日のワシントン・ナショナルズ戦に中継ぎで登板し、メジャーデビューを果たした。マイナーリーグでは主に先発投手を務め、10勝4敗、防御率3.46の成績だった。2015年12月20日、 東北楽天ゴールデンイーグルスと契約合意したことが発表され、背番号は17に決まった。2016年1月29日に、ラダメス、リズ、ジャフェット・アマダーと共に入団会見が行われた。4月14日に出場選手登録され、同日の第一バロッテ・マリームズ戦に、来日初登板、初先発し、7回を投げヒアンだ7、脱三振を、吉 94? 7失点で敗戦投手になった。5月14日の対ロッテ戦では1点リードの4回、日誌の場面に3番手で登板し、1、3回を投げ2失点で初ホールドを記録した。11月19日、2017年の契約を行わず対談が決まったことが、球団から発表され、12月2日付で自由、契約選手となった。2017年1月10日、 デトロイト・タイガースとマイナー契約を結んだが、タイガース参加のマイナーリーグチームでは1試合も登板しなかった。2017年5月4日、不審により退団したショーン・オサリバンの代役として、韓国プロ野球のネクセン・ヒーローズと契約し、同年は10勝を記録した。2018年は11勝、2019年は13勝を記録。 2020年は9勝と2桁勝利に届かず、同年限りで、キウムとの契約を終えた。2020年12月26日、CPBL のアジーゼンドラゴンズと契約したことが発表された。2021年4月15日、2020年まで、所属していたキウムヒーローズとの契約が発表されるも、契約の関係で4月まで、アジーゼンの試合に出場した。 2021年5月13日よりキウムに復帰した。キウムでは10試合に先発登板し、7勝3敗、防御率2.95の成績を残していたが、7月7日の試合を最後に妻の看病のためアメリカに帰国し、その後も再合流が難しいことから、9月4日に双方合意のもと任意脱退選手となり退団した。 平均急速時速 147km のフォーシーム、ツーシームが主体の速球派投手でスライダーを最大の武器とする。他にはチェンジアップ、カーブも投げるが投球頻度はかなり少ない。実質、速球2種とスライダーの3球種で勝負している。ありがとうございます。